まっちゃん、こんにちは。こん、こん、こんにちは。ということで、兵庫県のティーオリーブ神戸鉄さんに来ております。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はまっちゃんとももしでやっていくわけですけれどもお願いします。まあ、ももしはね、まあ、まっちゃんのスイングを見てどう思うのか感想を後で言っていただければいいなと思うんですけどなんか嫌な嫌なで、まあ今日はちょっとやっていきたいのは、まあ、まっちゃんのシャフトがさ、はい、やっぱりそのグラファイトデザインさんの、まあ、CQ の 6S でやっぱりベストマッチということで、はい、飛距離も出て、いいんですけど、まあ、結果もまあいいじゃないですか、はい。まあ、他のシャフトも打ちましたけど、まあ、それが一番距離も出て良かったんですけど、はい。まあ、セッティングの仕様ですよね。要はテーラーメイドさんとかはまあ今カチャカチャができて、はい、ね、ロフト変えたりライ変えたりできるん で, で この今テーラーの M5 ですから、はい。まあ、そのこの後ろのこの重りもウェイトも変えれるわけですよ ね, そうですね。ちょっとこのスカイトラックを使わせてもらって、はい、まあ、いいデータが出るポジションを探していこうかなと。そうですね、正直、まあ、僕らずっと9度でやってますけど、はい、まあ、ツアープロの中には10度であったり11度であったり選手もいるじゃないですか、はい。まあ、やっぱ見た目がどうしてもロフトがアップしてくるとちょっとね、こう、まあ、向いてる方向が難しいとは思うんですけど、はい、まあ、その辺をちょっとこう探りながら、はい、今回やっぱり、まあ、先週から、まあ、先週ですよね、ティオリブさんと初めてコラボさせてもらった時に、そうですね、まあ、打ち出し角が大事とか、まあ、そういうことを、はい、まあ、ずっとゴルフやってきて全然知らなかったんで、はい、で、まあ、それの大切さに気づかせてもらったんで、はい、ちょっと今日はそこをもっと詳しくやっていきたいなと思います。で、よろしくお願いします。お願いします。ということで、ちょっとじゃあまっちゃん打っていきますか。だからもういつもこれはもう使ってる9度の、うん、まあ、さっき見せたあのこの鉛のポジションで、そうだね、はい、やっていきましょう。いきます、はい、じゃあお願いします。はい、で、ちょっと打ってもらって、はい、まあ、ベストショット、まあ、ベストショットだね。ちょっと見て、まあ、さっきから大体数値を測っていると、はい、キャリーが240ぐらいを、はい、あ、45、あ、これだ、260まで行くんですよ。だから245、さっきから打っても245が、はい、まあ、大体キャリーで出て、はい、ラン含めたら260っていうのが、うん、まあ、何度打ってもそうだね。はい、で、打ち出し角が16度。だからもうやっぱりさ、このティオリブさんにこう紹介してもらってで、やっぱりいい結果がね、はい、そう、やっぱり3、4度打ち出し角が上がったことで、はい、キャリーが伸びて、そう、飛距離伸びてる。そう、2、4、5飛べば成田コースのあの4番ホールのね、バンカーの横ぐらいまで行くわけだからね。まあ実際にこれで行きましたね。で、まあ、もうちょっとしたらバンカーの先端を心がって超えるってことなんで、はい、じゃちょっとももしに、はい、変えてもらって、まずどうしますか。いや、一つずつ変えていきましょうよ。じゃあ、はい、ロフトを1個ずつ上げていく。じゃあ 9.7 度ぐらいにまずはするということですね、はい、で、球が上がりすぎてスピン量が多くなったらその後ろのウェイトも前にしていくみたいな。ああ、もうあの人よりですよね、まあ、あの人より。でもね、あんまり前にするとやっぱり芯が狭くなるっていうのもこの間レオン君から聞いたりしたんで、はい、まあ、やっぱり今は1つ結構こう前面にしてて、そうだね、で、捕まりも出したいからちょっと右後ろぐらいに、タイガーポジションそうなんですかねまっちゃんポジション、まっちゃんポジション、もう M5 買ってる人少ないと思いますけどいや、まだ持ってるっていう人もいると思いますよ。結構さ、まあこれうちのチャンネルだからあれですけど、まっちゃん追いかけてる人は少ないじゃない。いや、ほんとにあの僕を追いかけてますけどね。クラブをワッコさん追いかけて、うん、僕のことはワッコさん追い越してほしいっていう気持ちで見てくれてる人が多いですね。ちょっと対象が違うんですけどねじゃあちょっと一メモリアップにして打っていきますか。じゃあ鉛は動かさず、鉛動かさずお願いします。はい、いきます。さっき打ち出し角16度ですね。16度、うん、どうだろう。まあ、簡単に言ったら 0.7 度は本来めちゃくちゃ捕まるようになりました。 0.7 度上がるはずなんだよね。はい、飛んでないですね。飛んでない、飛んでないね。でも店長、やっぱりこれはあれなんですかね、あの力の伝わり方が弱くなったりするってこともあるんですか。あるかもしれない、ね、あるかもしれない。やっぱりそうだよね、まっちゃんのこれはどうなんやろうか。もう一球ちょっと、まあそうだね、何球か打って、何球か、そうですね、うん、ロフトを上げれば上げるほど力は伝わんなくなってくると思うんですよね。
これは右に。この方まっすぐですよね。はい。キャリーが飛んでないんだ急に。飛んでない。なんかいや当たった感触が違う。19度になったんですよ。うん、今これはちょっと高すぎますかやっぱり。今当たった感触がめちゃくちゃこれ当たってる気がします。じゃあもしさ、じゃあ逆にしましょうか。いやそれでウェイト前にしてあげる後ろのやつを。後ろのやつ。うん。なるほど。覚えてきてください。覚えてますか。もう19度さっき動画にも映して忘れないための、まあ、ちょっと別に結果変わらないで変わってるじゃないですか。出ないですか。なんてこと言うんですか前にくっつけてください。前にくっつけてください。いやももしとまっちゃん身長がいやいやいいと思う、いいと思う。同じ僕のは3センチでかいんですよ。3センチちっちゃいところで違ってます。一緒ぐらいです。3センチでかいですよ。3センチでかいですよ。まあ、前にすると基本的なスピンが減りますから、当たり負けしない感じになると思うんですけど、いきます。お願いします。250キャリーでいったら、いや全然違う。よくなりましたよ。でもなんか強そう。どうだ、どうなんだ。あれ、あいまいちですね。いまいちですね。結構19度変わらない。19、打ち出し角はめっちゃ上がるね。で、スピン量も100回転ぐらい少なくなりました。おお、これもう一番前なの、あの。あ、一番。前でそうなんだ。ちょっと高すぎるのかな。高すぎるんですかね。高すぎですか。やっぱロフトじゃあんまり。だから9度の、だからやっぱシャフトがすごい上がるようになったんで、うん、ロフトはあんまりいじらない方が。うん、いいっていうことなんですかね。一回ロフトハイヤーにしてもらっていいですか。11度ぐらいです、はい、ハイヤーにして、はい、要はやっぱりこう皆さんも、はい、言ったら 10.5 度とかを使ってる人が、はい、やっぱり立てればもっと飛ぶようになるかもしれないから。そうですね。だからこれ抹茶にハイヤーにしてすごい飛ばなくなったら、まあやっぱりロフトがあんまりありすぎたりするとロスしてる可能性ありますからね。そうですよね。うん、そういう意味でも21度までいったらもうほぼアイアンですから。アイアンだね、7番や。アイアンとドライバー、まあ、揃えるという意味ではいいですね。あっちゃんドライバーだけ高くなったね。ハイヤーにしました。ハイヤーにありがとうございます。ハイヤーだから11度なんですかね。11度、まあ、ちょっと見た目が B になるんでちょっとね構えづらいとは思うんですけど。そんなことないですよ。そんなことない。はい、よし、いきます。あ、どうなんだろう。球はいい。球はいいね。240。あ、まあでもあんまり変わんないっすね。あの、そうですね。19度だから上がりすぎてるんですか。そうですね。でもなんか今のが、うん、正直会心の当たりだった気がします。あ、まあ、そのセッティングで、さっきのだと245、うん、もしかしたら超えてるかもしれないってぐらいの勢いでいい当たりだったんですよ。ああ、そういうこと。はい、もう一球いきます。もう一球いきますか。はい、はい、うん、振りやすそうだもんね、シャフトがまず、うん、そうですね。これはまあ、まあ、ちょっとフェードしちゃってますね。そう、やっぱさっきの会心当たりだったんですよ。会心当たりだったんですね、はい、じゃやっぱりロフトはやっぱり19度、9度がまっちゃんは、そうですね、いいんですね、うん、か逆に、うん、1個ローにしたらどうなんですか。ローにして1回その後ろのウェイトもそのままにしてみますか、うん、で、はい、そのまま打ってやっぱりちょっと低いなってなったらまたウェイトを元戻して、うん、そうですね、うん、いやでも本当に今245250、キャリー250は届かないじゃないですか、うん、僕の力では、ね、うん、1個ロー、はい、クラブにちょっと頑張ってもらいたいですね。クラブで頑張れるなら、いや、クラブで変わればやっぱり一番いいですよ、うんうん、でこれ見てくれてる皆さんにも、はい、そう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 、ちょっとこうつながる部分あると思うんで、つながりますからね、はい、うん、鉛の位置はそのままで、はい、一番前ですね、ロー、はい、お願いします。8.23度、まあなかなかのパワーヒッターじゃないと、いやちょっとそうですね。で上がりやすいシャフトつけてるからならではね、はい、うん、低い感じだな。どうですかね、当たりは良かったですよ。低いよね。低いっすね。前回のコラボやったらね、
ローにするのは考えてなかったです。考えた。それだけはなかった。いやキャリー出てる。15度か。やっぱ1度ぐらい下がりますね。うん、逆にこう鉛をウェイトを後ろにしますか。後ろに元の位置に戻して。元の位置でもいいですか。いやーまっちゃん、はい、ちょっと一発気合い入れて250超えてほしいな。やってほしいな。山本さん、やってほしい。山本さん、ちょっとヘッドシナリオできてるんですよ。ヘッドシード当ててほしい。これでスタンドで戻して250超えたら、うん、やっぱそこだったんだ。一番最適がマックスでそれだった。じゃあやめてください。そういう言い方ないでしょ。そういう言い方は。いやもうね、まっちゃんにはみんな期待してるんだから、視聴者さんは。いつやってくれるんだと。いつ演技が できるようになるんだと。そっちで。しがましいんですよね。しがましいんです。いや低いんじゃないですか。いやもう球はめちゃくちゃいいんですけど、うん、まっすぐだね。まっすぐ、ほら237か。やっぱり やっぱり14度、うん、で球が低くなったから、うん、キャリーが出なくなったんですね、うんうん、でさっき2度下がってるんで。やってくんねえか。ちょっと気合いでヘッドスピード46にしてくんねえか。やってくんねえか。ちょっとすいません。モンスター飲んでたじゃん、テンションもらって。やってくる。ちょっとやっぱ明石焼きをちょっと明石焼き食べて帰ろうよ。いやもう今日ね、無理やりその午前中だけちょっと時間取っていただいたんで、今日朝8時から撮影しておりますけど、はい、お店オープン前からやらせていただいてます。そうですね、はい、やっぱロフトがないと、まあ、安心感も減るしね。減るします。グッバイということで、じゃあやっぱり元のロフトに戻して、まっちゃんのまあ最適なポジションは最初からもう決まってたと。いやそんな気はしました。あ、俺はね、ロフトアップして前にすればもうちょっと行くんじゃないかなと思ってたんですけど。そうなんですね、うん、すいません。いやでも、まっちゃんは操作できないからこそ皆さんは純粋な気持ちで見てるんで、いやもう抜きますよあれを。え、ちょチャンネル目出すあれなんで。あ、僕いや、そうですね、面識ある人もいるんですけど、面識ない人もいるんで、シダマシーンまっちゃん、シダマシーンまっちゃんになる可能性もあるね。いやそうですね、はい、逆に言うと何言っても21度。はい。まあ言ったら小山さんの名前は出して大丈夫なんで、はい、小山さんのチャンネル抜いちゃうよ。もういやちょっとシダマシーンまっちゃんで新しいチャンネル開設しますか。まっちゃんの、はい、誰が見んだよ。笑いすぎでしょ。笑いすぎでしょ、今の。もう一番すぎましたよ。え、マジか。関西人が間がいいんですよ。間がね、間が大事なんですよ。いつも言ってるじゃないですか。いやいや、ちょっと待ってください。喋りは間が大事なんですよ。いやいや、一番笑ってます。いきます、はい、もう元の位置ですね。元の位置。まさか235だけやめて、245お願い。一緒じゃんみたいな、やめてよ。どうだ。お、やっぱり飛ぶ。やっぱり、265まで行きましたよ。変わってねえじゃん、最初から。あ、やってるやってるやってる。ヘッドスピード上がってる。アップしてるか今。1上がってる。1。あ、ここですか。うん、上がってました。上がってる。他44だったな。上がるんですよ、シャフトで。いや、本当に僕何にもしてないですからね。やってないよね。何もやってない。振りやすさとかあるんだね。だからこっちの方がこう正面衝突の感じがね、感じがあって、いやよかった、ナイス。はい、そこでやってくんねえかなと思ってたんですよ。いやありがとうございます。何もできなくてすいません。いやいや、でもももしもすいません、アシスタントありがとうございます。カチャカチャせずにこのままやっていただいて。よかったですね。なんかあんた仕事量取られそうな。何もない。いやでも、まあ皆さんもね、まあ、ちょっとこう 僕らが今活動してるのは関東ね、千葉の方ですけど、はい、まあ、関西近辺の人はね、一度この TOLIVE さんに足運んでもらって、はい、で、すごい量のシダクラブシャフトがありますから、映したいぐらいの、はい、これ、そうですね、まあ、そうですね、ボネボネアップしてるんで、まあ、僕たちの来てもらえれば、まあ、はい、僕たちだけじゃないんで、今いるのはね、そうですね、あれなんですけど、まあ、まあ、チラッと見るだけでもすごいシャフトの量は多分分かると思うんですよね。いや、はい、
資料こんなにいっぱいあるんだ。あれ、あったさ、あったさ、あったさ、どこ行った？ちょっとあの、裏の方に。あ、裏の方に。悪いね。実際あるじゃないですか。金がありますね。金があったね。裏の方にもう11も今ありますから。良かったですね。まあちょっとね、来てもらって、まあこうやってまあフィッティング受けるのはまあ予約制なんですよね。予約制で空いてれば、はい、受けれるということなんで、はい、まあ、ぜひ来て自分のベストな一歩をね見つけてもらえればなと思いますので、はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、やってくんなかったか。いやー、すいません。やってくんないね。ももし打たなくていい。実力出しとかなくていい。いや、どうやろ。大丈夫大丈夫ですか。ももしのアップもなし。アップもなしで全然今日ね、朝8時からももし来ていただいて、いや、手伝ってもらって、もう約3時間経ちますけど、すいません、ありがとうございます。いや、とんでもない。まあ、自分のクラブはないですよね。自分のクラブは車に住んでるんですけど、ぜひこのうちのチャンネルで、まあ、名前を売ってね、ありがとうございます。こう何かできれば。今あれなんですよね、こう資格を。あ、そうです。はい、ティーチングの資格を取ってて、まあ、あの LPGA の資格を取ってるということで、はい、LPGA の資格、まあ、ティーチング A 級を取るのにはすごい年数と、まあ、すごいね、3年かかって勉強して、はい、こういろいろやってるんで、まあ、やっぱりこれ知識も多分これからね、どん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 ついてきて、はい、またもしに教えてもらうことはまだできないんですか。まだやってないですね。ね、じゃあ今後ね、あの教えてもらいたいという人はぜひこちらに来ていただければ。はい、まあ、ちょっと、まあ、まっちゃんのクラブでね、まっちゃんのクラブで地球でなかなかね、あれなんですけど、出るもんな、なんでも何でも打てるよねとか言うんで、全然当たらないけど。ああ、いいですね、やっぱスイングが綺麗だね。僕が汚いみたいな。ね、まっちゃんのクラブでこう打って、結局打ち出しとかがね、要はやっぱしっかり上がってるんですもんね。うん、やっぱ入射角とかがいいってことですよね。そうなんですね。ね、日本女子はメダリストですから。え？日本女子はメダリストですから。あ、そうなんだ。もう過去の過去って感じですけど。それ日本女子アマのメダリストってどういうこと？何の？日本女子アマ、昔は、うん、32うん、あの以上は、うん、マッチに進めたんですよ。その前の予選の2日間みたいなのがトップだったってこと？あ、違いますよ。なんかトーナメントに入ったらメダリストっていう称号が、そういうこと。へえ、32まで入ったってこと？ベスト16なの。うん、ベスト16。あ、ベスト16。それいつ何歳ぐらいの？でも18とか。へえ、すごいね。それこそ32人のうち多分プロになってないのはうちぐらいですよ。ベスト16とかかな。あ、そうなんだ。へえ。みんなあとはみんなプロになったりしてね、はい、すごいね。競合の中やってたんですよ。で、今は、まあ、ティーオリブさんで働いていると、はい、面倒見立てます。見てもろてます。いや、だからまあちょっと来てね、はい、あのみんなにこう、まあレオン君だとか、ももしだとか、店長にね、会いに来てもらって、はい、まあ、そんな感じで、また今後も、まあ、ティーオリブさんのチャンネルでは、たぶんももしもね、あの、映ってるんで、そちらの方も見ていただければなと思います。で、今日は終わりにします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。